クレイ最近どっか行った最近は分刻みのビジネスなんそうあのね最近はちょっと待てよ <laughs> またビジネスかよ <laughs> 大人までね大人まにいますけどまあねそう始まったばっかだからねそ<う>毎年あの今年はどんな感じでスタッフが動くかなとか気になるよなそうだからいやあのね結構変わって 音玉自体が多分来たらすすっっごいびっくりすると思ってる、うん、12年目なんですけど、うん、なんか改めてちょっとブランディングをしっかりしないとつまんないものになっちゃうなと思ってその使い勝手ばっか追求しちゃうから、うん、そのスタッフとかやると例えばこうした方が使い勝手がいいとかこうした方が転換がしやすいとか、うん、ってなっちゃうとどん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 そういうやっぱり淡泊な箱になっちゃうから、うん、まあちょっともうガラッと変えようって言ってステージの形も変えたし。あそうなのそうで えっと、色も今白なんですよおおんか昔バブル期の海の家みたいだけど、ね、えっとねよくあったんだけどね、えっと、そうなんかキャンギャルがいるみたいなえっと、ね、そ,うそう思うじゃないですか<お>どちらかとともちろん西海岸寄りな感じですあっ 村上それだせえこと言ってんじゃねえよみたいなことねそんなこと言ってないっすよ言ってないっすようちには本物の風が吹いてるよ違ちゅう違う話か違います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 でもそうだかそういうのもあって今年もよろしくお願いしますいういやいういや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 ンやい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 いや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  なんすかじゃないだろこっちのリフだろいやその何でもカンファレンスってことはこれはビジネス的なそうビジネス的な話で40歳以下のいわゆる経営者たちが集まって G1 って何だ G1 のなんか分かんないけどまあまあまあ経営者の会のうんそう40歳以下のいわゆる経営者たちが集まる会があって合宿みたいのをするんですよ軽井沢のインターナショナルスクール を全部使ってなんかいろいろアクティビティをしたりその登壇して話したりみたいなでそれこそあの宮崎の日南市の市長が来てたりとかもう40歳以下で来てたりそういう人もね増えたからねリクルートの社長さんがいたりとか,りとかまあクレーのねやってることはある意味前人未到のことをやってるからねやっぱね <laughs> まあいやいやいや僕もすごい勉強にいや走りいろんな走り方をみんなするんだけどその全然違った走り方をしてるすね ヨレヨレ,ヨレヨレしてますけど <laughs> <laughs> でもいろんなジャンルの人たちがいたんで官僚もいたし今の日本がどうなってって逆に僕らは例えばミュージシャンにせよ経営者にせよ普通に就職してる人にせよ今後日本ってどうなっていくんだろうってちょっと気になるじゃないですか。で例えば EU が離脱離脱って言われてるけど実際どうなんって何がそんなに変わるのみたいなこととか分かんないもんね。とかねなんかいろんな話がある中 サイバーエージェントのその藤田さん、アベマ TV の社サイバージャパンかと思って、うん、あ違う違う、思ってる問題ですよ。思ってるです。うん、そっちの方に行く。うん、<laughs> 来ててそれ話してたのが、僕その視聴率の、うん、僕らに関わる部分で言うと、うん、視聴率、視聴率、が変わってくんじゃないかっていう、うん、いわゆる PV みたいな、いわゆるプレビュー数みたいな、あのこの動画が何回回ったかとか、うん、何回リツイートリツイートされたかとか。 何回いいねされた、まあ。まだ俺たちは前の感覚は残っているけど。はい。まあ、もうそうじゃないところからスタートしてる子たちはいっぱいいるもんね。そうですお前でかいな。<laughs> い,やい,やい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 や。俺、お前、最近行ったの、はい、無理やり、あの、仕事の合間縫って。はい、名古屋まで雨の中、陸上の日本選手権見に行ったっていう。でも、やっぱ運動なんですね。<laughs> でも、スポーツ観戦はでも息抜きしてね。一番。でも、走ってんの見るのって。面白いんですか。 いや陸上はねここ数年ハマってんだよ見るのあったらなんかかんかかわるですよあでもこれは短,短距離だだからあの10秒台が出るかって言われて 100m の決勝を見に行ったななるほど、ね、本当に10秒そこそこで走る人の,のスピードを生で見るととんでもないよっていうね<ー>だって1秒 10m だからねあそうですよねそのやっぱスタートでもうボンと出ないと だいたい時速一番いい時が四十キロ近く出てるんだね。やば。元茶じゃないですか。原、うん、元茶元茶。元茶と同じスピードじゃない。チャリンコだってさ、素人チャリンコでさ、それこそそのトライアスロンとかでさ、三十キロぐらいで走るってだいたい言われてて、その普通の普通の人たちね。ほらもちろんブロアスリートはもちろん五十六で走るけど、でも人間が三十八キロ九キロぐらいで走ってんだよ。 やばそれ結構生で見るると感動するよ確かにまあまあまあボクシングも実際後楽園ホールで見るとすごい感動するのと同じだよなまあね、うん、まあそのやっぱり当たるその音、うん、パチーンって当にすごい音するじゃないですか、ねうん、当たるとパンチがあの音ねもう何とも言えない音ですよねあ,あのボディの音ってたまんねえだなあれな飲むっ,、ね、ってい痛い,痛いんですよねボディはねね いや面白いと思う。っだって火がつくでしょ。まあそうですね。<の>やっぱそうですね。カーンって、はい。一発やっぱりもらっちゃうとどうしてもやっぱり武器になっちゃいます、ねうん、そうだよね。はい、また食らうんだよね。